ありがとうございます。クロレツスッキリオブザイヤー2015最優秀スッキリストを発表します。まずは男性部門、2015年の最優秀男性スッキリストは元サッカー日本代表、1996年オリンピックキャプテン、最近ではバラエティ番組でも活躍中の前園正清さんです。芸歴8年、多数のバラエティ番組に出演し、ペリカンの愛称で親しまれる 女性芸人、タンポポの白鳥久美子さんです。ゆっくりとゆっくりとグリーンカーペットの上を歩きながら、前園さんが白鳥さんをエスコートしながらご登場でございます。なんということでしょう、しっかりと真摯なところを見せていただきました。最優秀男性スッキリストの前園さんは、2013年にはあの事件がありましたが、ご本人の努力もあり、2015年の今年は心機一転、ヘアスタイルも一度すっきり丸坊主にされ、見事に再ブレイクを果たされました。その類まれなすっきりさが今回の受賞の理由です。おめでとうございます。ではお二人でカメラの方へお伺い、まさか自分がこのような賞をいただき、この場に立てるとは思っていませんでしたが、このすっきりストにふさわしいように、これからもすっきりと自分自身をしっかり見つめ直しながら、この気持ちを忘れず進んでいきたいと思います。今日はありがとうございます。プライベートでも幸せなことがあるようですね。はい、そうですね、はい、まだはっきりすっきりとはしてないんですが。そこはまだすっきりはしない予定ですか？いや、そうですね、来年あたり、いろんな意味で本当の意味でこうスッキリできればいいかなというふうに思ってますので、もう少々お待ちください。いや、もう僕はお付き合いして長いので、なるべく早くというか、あとはタイミングとか縁もあるので、はいはい、とは思ってますけど、できるだけ早くと。そうですね、はい、年内はない、それはないと思いますね。はい、そうです。愛情さんの初めの一杯はいつ頃になりそうですか？うまいというか、なんていうか、いや、そうですね、それは僕が決めることじゃないと思うので、そういう時期になったら、楽しくすっきりと飲ませてもらおうかなと思ってますけど、はい、まだってことですよね。そうですね、いつになるか分からないですね。分からない、はい。